こんん、にちは、ミスターさん速化塾の久保です、えー、糖尿病の件とかねそれから合併症のことダイエットいろいろとやっぱり40半ばから50になると男性も考えることが多いですよね、まあ、女性はねやっぱり二十歳前後とか早い方は10代の頃から健康とか美容とかってものにものすごく意識とですね投資をかけていってるんだなということを私もね実感するんですけども、まあ、男性はね、あのー、なかなか、あのー、外出する時も お化粧をしっかりしたりとか、肌のケアしたりとか、爪をね、手入れしたりとかってないんで、やっぱりね、こう考えていくと、男性も時間の余裕とかね、金銭的な余裕を身につけていって、健康とか、それから将来の美容とかにね、こういったものに早めに投資した方がいいのかなと思うんですよね。その一部に、やっぱり病気をやっぱ避けていくってこともすごく大事だと思います。ちょっとしたお笑い話であったんですけども、 えまあ安い食材と高い食材があって安い食材を買う人に高い食材を買ってる人にね疑問を投げかけるんですよ。それ安く進んでるけどもでも結局将来医療費でものすごく高いお金払ってんじゃないのと僕はこっちの食品まあ一見高いけども将来医療費にお金がかかんないからどっちが得なのかなっていう風なねそんな問いかけがあったりするんですけどもまあこれはね本当考えてみれば恐ろしいことで高カロリーでえーやっぱりねあの栄養素の すごく、ね、含まれてない要するに安全健康コストこういったものをかけてない食品っていうのは確かに安くなりますよ管理コストが安いものはねでもやっぱりそれを取り入れて、うん、悪いものってのは体にも悪いっていうふうなシンプルな答えでいいものはいい価格がかかってくるという市場原理もありますんで私はね所得に合わせて、うん、価格は高いけども体にいいと 思えるものを積極的にに選ぶようにしてるんですよね、まあ、しかもそういうのってのはあの販売店ではなくて通販で多いんですよで今日の答えの一つになるんですけども時間管理ですよね時間を大切にしようと思ったら私の場合はほとんどが通販なんですよね特に飲料っていうものは気に入ったところを見つけて少々割高なものでも市場にあんまり流通してないものを通販で買うことにしてるんですよね、まあ、そうなるとお買い物に行く時間っていうのが極端に減るんですよ もはやですね楽しみのために買い物に行くってことになって必要にににられてて買い物に行く回数ってのは極端に減るんですよね、えー、ショッピングってのはいつまでも楽しいものですからやっぱりスーパーとかね、えー、百貨店に行って選んで買うっていう行為っていうのはなくしたくないもんですけどもでもそれはあくまでもエンターテインメントで行くだけであってね、えー、コストコとか行ったあげく何も買わないってことも結構あるんですよ。 あ結構あるなうちにもあるなって感じで買わなかったりねでいいものっていうのは結構今ね通販で手に入るので通販で買ってそして試してみて、えー、なるほどこれは確かだなと思ったらそこをねずっとリピートすることにしてるんですよまあそういう風にして私は時間管理してるかなというところが一つありますそしてその他なんですけどもえー、毎日ね私もこの朝の ミスターマヤミさんとの放送もありますし、えー、それからね吉谷さんへの動画返信3本ももう日課でありますしそれから即課塾関連のね返信メールとかあ動画の配信とか。 FX の相場解説とか、その他ね、勉強とかありますけども、これはね、だいたい朝10時に全部終わるようにしてるんですよ。で、私、あ目が覚めるのがね、勝手に目が覚めるんですけども、うん、4時とか5時とかに目が覚めるんですよね。で、そっから、あ、10時までに終われるかなって感じで、パッとスタートするんですけども、だいたい終わるんですよね。終わるのがだいたい7時とか8時に終わるんですよ。そうなると、1日の、 必ずこれはやっってておきたいってもの一番興味があって一番発信するべき自分のミッションと思えるものが一番最初に終わりますので、まあ、あとは割とね、えー、後回し,にしてももいいものが残るわけなんですよ、まあ、そうなってくると時間っていうのはものすごく管理しやすいのかなと思いますし今ほとんどが出先でできるんですよねどんなタスクも。んだからあの時間 もう多くの方の時間管理の難しいのは自宅じゃないとできないものっていうものにかなりね、えー、拘束されてるのかなと思いますさあそこでですね今日の動画のまとめになりますけども私の筋トレ術と言いますかね体を鍛える方法なんですけどもこれはね私自宅の2階にジムをすぐ作ったっていうのもあのジムに通う必要がないっていうこの時間ですよねでジムにお金を払わなくて済むっていうこの,このコストですよね でも一番最初は私ジムに行ったんですよ。ジムには1年間行きました。1年間行って、トレーナーから食生活とか筋肉のつけ方とかトレーニングの補助の仕方っていうのをみっちり学んだんですよ。学んだというよりも、私がね、パーソナルトレーナーをつけて、ずっとね、マントゥーマンでやってもらったんですよ。高かったですけどこれがね、月間コストが7万円ぐらいかかったんですよ。7万円かけて、1年間、あこうね、専属の パーソナルトレーナーをつけて、そして、トレーナーのやってることをずーっと見てたんですよ。で、今はトレーナーさんがやってることを自分でも、まあ、人様にはできないですけどね、自分自身に対してできるぐらいのレベルにはなったんで、トレーナーさんをもうちょっとお断りして、あとは自分で自宅にジムを据えるだけってことになりました。うん、やっぱりね、あのー、知識がなければ、通りペぺの知識がなければ、あの、危険な方向にね、自分の体を誘導することにもなりますので、やっぱりパーソナルトレーナーさんにね、 1>, まあ1年とは言わないですけども1ヶ月2ヶ月ぐらいついていただいてえ自分の体に合ったトレーニングが何なのかってことを一とり聞いてみるとかねそれから基礎代謝を測ってもらうとかっていうそういうふうな専門的なことをまずサービスを受けてそれからそれを軸にして自分のメニューをトレーナーさんと考えてでできたらそのメニューができたらもう1人でもいいですからあ徐々にねトレーナーさんを切り離していくって形になりましたけどねでまたあのトレーナーさんはねあの別のセカンドオピニオンではないですけどもまた別のトレーナーさんを頼んで自分の今の 健康状態とか体調に合ったものなのかどうなのかってことを再検討する意味でね、やっぱ5年とか10年に1回はパーソナルトレーナーをつけていこうかなと思っております。で、筋トレなんですけども、やっぱりね、ダンベルとかバーベルを持つこともあるんですけども、普段の暮らしからこれはね、私はできると思うんですよ。えー、例えばね、えー、エレベーターを待つ間に私はつま先立ちして,い,てたりいたりするんですよ。まあもちろん人が見てたら気持ち悪があるんで、わからないようにつま先立ちをしますね。 そういうことをして、やっぱ体を鍛える、バランス感覚を鍛えるとか、あ基本的に、えっ、ー、と、私はね、JR の駅とか使って、使うときでも、基本的に全部、あの、階段です。うんで、階段っていうのは空いてるんですよ。エレベーターって、エスカレーターってむちゃくちゃ混んでるんですよ。エレベーター並んでますしね。なぜかそこに、でも集中するんですよ。で、どう考えても階段の方が、たたたタ,タ,タ,タと階段をね、 走,走り抜けるというか歩き抜けていった方が余裕で荷物もスペースあるしいいのになぜかね多くの方はエスカレータータのなんんか右端に並ぶんですよねうんだから私はねあれは集団心理かなと思うんですよみんながやってることをやっていて私みたいにエスカレーターを使わずにうん階段を行くっていう人はどっちかっていうか少数派でですねいつもそっちの少ない方を選んでるんですよね、まあ、ちょっと話がずれましたけども私はそういう意味でなるべく自分の体を使うように使うように動いてるわけですよね でえー、とカバンを持っていく時もあるんですけどもカバンにわざわざいらないものをね重り代わりに持って行ってそれでいつもこうやって下げてるんですよスーパーに行く時も基本的にカゴはカートに乗せません えー、コストコの時もそうです。基本的には手で持つようにしてます。手で持つことによってそれがもう筋トレになるわけですよね。そういうふうに生活の中に、えーまあ、体を鍛える要素をどん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 入れていって、えー、トレーニングという時間をなるべく持たないようにしてますよね。そういうふうにして私は時間管理してるかなってところがあります。えー、それからやっぱりスマホですよね。スマホでいつも こう記事を書くとかね、情報を取るとかっていうことをしてます。本当にちょっとしたね、三分とか五分っていう細切れの時間を見つけては、私はこれを使って動画を撮影したりとか、自分の記録を取ったりとか、それからあ他の方のね、えー、YouTube を見て、俺たちの最後のボケきますと言って石油ですよ。え、石油をストップする。こういう風うなね、歴史をやったり。 ユーチューバー大学みたいなのが今ありますので。でこういうところで歴史とか地理の勉強をしたりとかしてるかなっていうところでございますね。はい、長くなりましたけども以上でございます。参考になれば幸いです。それからお大事にされてくださいね。えー、当体一つしかないですからね。変わってもらえないですからね。<laughs> はいでは失礼します。